二百十日は夏目漱石の中編小説である。1906年10月、雑誌中央公論に発表され、その年12月、うずらかごに収録されて出版された。阿蘇山に昇る二人の青年、K さんと六さんの二人の会話体で終始する小説である。語られるのは、ビールや半熟卵を知らない宿の女とのやりとりや、 道すがらの鍛冶屋の様子などのさまつな話題の中に、チャールズ・ディケンズの二と物語などに唐突に研究しながら、家族や金持ちに対する計算の公害が語られる。二人は、阿蘇の各地を巡った後、いよいよ、阿蘇山に登ろうとするが、二百十日の嵐に、出くわし道に迷い、目的を果たせぬまま宿場に舞い戻ってしまった。翌朝二人は、いつか、 家族や金持ちを打ち倒すことと、阿蘇山への再挑戦を誓うのだった。漱石の小説としては、あまり論じられることのない商品である。夏目漱石は、熊本での教師時代に、友人ので同僚の山川信次郎と共に、阿蘇に登山した経験がある。1899年8月29日から9月2日に、かけ、阿蘇各地を巡り、その中で9月1日には、 登頂を試みたが、嵐に間断念した。2 0 0日は、この体験に取材しており、K さんは漱石自身がモデルであるとされる。2 0 0日とは、立春から2 0 0日目の日で、年により異なるが8月31日から9月2日までの間である。天候が荒れやすいという伝承がある。作中では9月2日が210日であり、これは1906年の210日と一致する。 なお、漱石が実際に嵐にあったのは1899年9月1日で、日付は異なるが、この日も210日だった。小説に登場する寺のモデルとされる、阿蘇市小里の名工事には、210日の文学費が立つ。漱石が通った登山道には、小説210日童話と案内や、210日文学費などが立つ。 漱石が宿泊した阿蘇市内牧の養子院定跡には、二百頭日、文学費のほか、漱石像や、漱石が泊まった部屋を、一区保存した、夏目漱石記念館が建つ。毎年二百頭日には、漱石祭が開かれる。夏目漱石ふるさと、寺子屋お役立ち便利町、熊本県観光祭とな古みき公熊本、文豪が愛した百名山、中川博紀、 東京新聞出版局 ISBN48 億830万 8940ABC 文学費記念日や組織2016年4月の熊本地震で、源泉が枯れたことにより閉館。公式ホームページも閉鎖。夏目漱石記念館、九州エリア、お出かけ、ガイド、JR お出かけネット。ありがとうございます。